皆さんこんにちは、ひとみです。今回は私がここ2、3ヶ月で買った購入品のご紹介をしていきたいと思います。ということで早速いきましょう。そしたらまず一つ目はこちら。こちらはメイクソリューションから出ているセルフタンニングアイブロウです。これは1200円でした。カラーが明るい方と濃い方があって、私は濃い方のダークブラウンを購入しました。これ何かっていうと、あのティントのペンバージョン、簡単に言うとになんですが、買った経緯としてはこれがまずティントっていうことを知らずに、たまたま友達と待ち合わせしていたら少し遅れるってことだったので、あ、じゃあ眉毛終わってないからちょっとあのロフトで眉毛描いてなんかやってみようかなと思って、たまたま手に取った商品がこれで、夜家に帰って顔を洗ったら眉毛いくらこうオイルのクレンジングで落としても落ちなくって、え、なんだろうと思って、その次の日も同じお店に行ってこれを試して、でよくサイトを見てみたら、これがティントセルフタンニングっていう商品になるんだってことを初めて知って、そこから1週間そのお店でテスターで何回もテストして、それで購入しました。セルフタンニングっていう言葉をご存知じゃない方ももしかしたらいらっしゃると思うので、少しご説明すると、あの日本人の方はとかアジアの方って結構こう白肌、白い肌の方が好まれる方が多いと思うんですが、海外、まあ、全ての海外の国ってわけではないんだけど、まあ、一部の海外の国の方はこう日焼けした肌を好まれる方が多くって、でもこう太陽で思いっきり日をこう焼いて、 火で太陽で焼いてしまうとこう皮膚がんになったりとかっていうことがあるので、こう専用のこう塗料を塗って、こう手を肌を染めるって感じですかね、肌を日焼け肌に染めるみたいなものを、セルフでタンニング、こう色を焼くタンニングっていうふうに言います。それでこちらの商品の使い方としては、他のティントありますよね、こうブラシでこう塗っていくティントとほとんど変わらないんですが、一番大きな違いはこのペン先ですかね。こういう風に本当のペンみたいになっていて、すごくね濃くっていうか、結構こうしっかり色がつきます。でこのままにしとくと染まっちゃうので、ちょっとほらわかるかな、もう染まっちゃってるの。こんな感じですぐ染まります。で書いてあるのは、個人差はありますが2日間、2、3日の連続使用でセルフタンニング、この染まる効果を実感していただけます。重ね書きすると濃く染まります。で眉毛を、この眉の色の濃さっていうか、しっかりこう染まった状態かをキープしたい方は定期的に描くことをおすすめしますっていうことで、この商品の中にアイブロウ成分っていうものと、あとセルフタンニング成分っていうものがこう2つに分かれていて、描くじゃないですか。で色がしっかりついて、朝こう顔を洗うとそのアイブロウ成分っていうものは落ちるんだけど、そのセルフタンニング成分っていうのがこの角層だよね、角質層までこう染まるので、そのセルフタンニング成分は落ちないっていう商品になってます。それで結構染まるんだよね。でこの商品書いてあるのはすっぴんの時に使用してくださいっていうことなんだけど、私は今このメイクの時にも使っていて、まあ、本当にファンデーションして、ここら辺が濡れてる場合はルースパウダーでこうさーってやってから、この眉尻のみをこういう風にやって日中も染めてます。手の目も結構ちまいが今なくって、これで見るとわからないかもしれないんですが、ちょっと染めたいので、はい、やってます。一応 2,3 日継続してこれで眉を染めると、だいたい1週間ぐらいっていう風に書いてあったかな。もう本当にこれは1週間ぐらいずっと染まっていて、こうだんだんこう色が落ちていく感じです。使った感想としては個人的にはとても気に入ってます。一つ言うと、もともと私みたいにこう眉毛がこう黒い、自分の眉毛が黒くて、例えばここまでやってこの先の眉毛が全くないっていう方がこれを使うと、こうだんだん染まってって、こう薄く1週間ぐらいでこうだんだん薄くなって取れていくんですが、その最中こっちだけが黒くて、ここら辺がこう黄色い、茶色っぽいような黄色っぽい感じでこう色が落ちていくので、なんか黒黄色みたいな感じがあるから、それがもしかしたら気になる方は気になるかもっていう感じなんだけど、個人的には私今結構ここら辺の眉毛が全然なくって、これですっぴんになることが多かったので、前のスキンケアの動画もあの時もこのものを使っていて、
っていうぐらい、あれを見てもらうとなんとなくわかるかな、はいっていう感じなので、もしこれ本当はこれ一本でやり方の動画とか作ろうと思ってたんですが、気になる方いらっしゃいますかね。もしいらっしゃれば動画別に作ろうかなっていうふうに思うので、コメントいただければと思います。そしたらお次はこちらです。こちらはニベアから出ているインシャワーボディローションっていうものになります。これもしかしたら日本には売ってないのかな、あのシャワーの中で使うものになっているんですが、こちらは私が少し前にあのボディクリームの比較動画を出した時に、今その時海外にいた友達がこれもしかしたらちょっと不思議な商品だから気になるかもよって言って買ってきてもらったものになります。で、後ろに英語で使い方が書いてあるのでちょっとご説明すると、まず普通に体洗いますよね。それでこうお風呂の部屋から出る前の体がまだ濡れた状態の時にこのローションを塗りますそれでその後にまさかのシャワーでそれを流すんです。あのこう擦ったりとかしないで流します。その後お風呂から出て、でタオルをこうで体を拭いたら OK っていう商品になります。で、私知ってるこうお風呂の中で体がこう濡れた状態のままボディクリーム塗るといいっていうのは結構前の動画の時に視聴者の方からたくさん教えていただいて、あ、それもいいなっていうふうに思っていたんですが、これはまさかの体に塗った後に流すっていう工程なんですね。で、中出すとこんな感じの、結構こうなんていうんだろう、普通のクリームっていう感じで、香りは甘いシアバターの香りで、シアバターでわかるのかな、結構甘いような、香水までいかないけど好き嫌いはあるのかなみたいな感じの香りがします。この量で大きいし、これで6ドル、これ何 400ml、 だから本当ペットボトルのものがフルで入ってっていう感じだから、すごく大量使いしてもいい商品かなっていうふうには思いました。けど個人的にすごい保湿されるっていうよりは、なんかこう肌の上にこう膜を引いた感じのボディクリーム、それで保湿されてるようにこうなんかさらっとする感じ、さらっていうかこうしっとりするような感じの保湿クリームかなっていう風に思いました。なので私これ夏にすごくいいんじゃないかなって思いました。今の日本の冬の乾燥にはこれだとちょっと耐えられないかなっていう感じなんだけど、うん、これはもうちょっと取っといて、もう少し暖かくなってからまた使っていきたいと思っています。で、そしたらこれ次はもうずっとすごいお得っていうか、個人的にはすごいお得だったなって思った情報なのでお伝えしたかったんだけど、これです。じゃん、洗顔なんですが、ももうる肌で、これはもしかしたら私の動画をよく見てくださってる方はご存知かもしれないんですが、もともとポンちゃん、私の友達のポンちゃんがこれがすごいおすすめだよって言ってくれて、彼女自身もこれの単品の動画を出していて、で使って1回目で、あ、これめっちゃいい、すごいいいじゃんと思って、それであのいろんなところに売ってないっていう風に聞いたんで、あ、じゃあまずネットでどこに売ってるか調べてみようと思って見てたら、ちょっとここら辺に載せておきますね。あのアットコスメの中のアーティクル記事で、この会社がモニターを募集しますっていうのを出してたんですね。去年の7月ぐらいの記事だったかな。下にもリンクを貼っとくのでそこを読んでいただきたいと思うんですが、本当に名前とかアドレスとか住所をねこう打ち込んで、そこに送ったらこのサンプルを送りますっていう感じだったので、え、何それと思って、で結構去年の2016年の7月の記事だったから、本当にそれが今もモニターやってるのかわからなかったので、その会社に直接まず連絡をしてみたら、まだモニターやってますよっていうことだったので、これで応募っていうか、うん、応募だね、してみました。でメールを送ったら、特にその後その返信とかはなかったんだけど、2、3日か後にこのお試しサンプルっていうのが届いて、今は使っちゃってて一つだけ残したんですが、これが1週間分バーってこう入ってきました。で、この商品が届いて1週間ぐらい経ったら、あのアンケートのメールが届く
くんですね。なのでそれも5分ぐらい、そんなたくさんこうアンケートをバーって書くわけではなくって、この商品どうでしたかっていうことをこう正直にレビューをしたら、その1週間も経たないうちに本品、まさかの本品が送られてきました。でこの工程すべて無料だったので、で私その後にポンちゃんに、すごいこれモニターあるよって言ったら、ポンちゃんもやってて、ポンちゃんもこれは送られてきたみたいなので、多分皆さん全員できる、あの YouTube、 私もあの YouTube やってますとかもう何も言わずに本当に自分の名前であのやったので、多分どなたでもできるものだと思うので、もし気になる方はぜひやってみてください。でちなみに私がなぜこの商品がすごい気に入ったかっていうと、これ開けるとパウダー状になっていて、もうすっごいこうふわーんとした本当にこう生クリームみたいな、もう超濃厚な泡ができるんですね。でそれでこう顔にこの泡で顔を洗うっていう感じがあって、洗い上がりも落とせてるんだけど全然突っ張らなくって、個人的に私そのレビューに書いたのは、もう少しこう落とせた感じがあっても個人的にはいいかなっていうぐらい、本当に全然この今の時期にも突っ張りがなくって、それで今私ドモホルニンクルの洗顔を使ってるんですが、あれが5400円で、これが30日分かな、32か、開けるとこんな感じで1回分でなってて、これが32袋入っているので約1ヶ月分だよね。で1900円なんですよ。だから私はできればドモホルニンクルよりも安くって、同じようなこう効能じゃないけどがあっていいものがあれば、こうだんだん高いしね、ドモホルニンクル、あのやっぱりこうね、ずっと変えるかちょっと不安なので、こうなかなかこういいのがあればどんどん変えていきたいなっていうふうに思っていたので、これは両方こうドモホルニンクル夜でこっちを朝というふうにこう使っていこうかなって思ったので、これはねすごくすごくおすすめです。あ、でポンちゃんは確か泡立ちあんま良くないって言ってたんだけど、個人的に私今の洗顔ネットでこれ泡立てて使ってるんですが、そうするとすっごいもうびっくりするぐらいこのふわーんって大きい泡が立つので、はい、ぜひ皆様も、無料すごくないですか、すごいよね。なのでぜひ皆様も気になる方は下にリンク貼っとくのでやってみてください。はい、そしたら太陽がこうなくなってきてしまったので、暗くなる前に早速最後の商品をご紹介します。それがこちらのココナッツオイルになります。私動画を作る前にいつもその商品の公式サイトを見たり読んだりすることが多いんですが、このブランドに関しては公式サイトが見当たらなかったので、ちょっと他のココナッツオイルを試してみたいなっていうのが実際のところなんだけど、このブランドですね。でこれはですね、もともと去年年末になんかたまたまクリックした海外の YouTuber さんの動画で、そのココナッツオイルの使い方99みたいなものをやっていて、その方は、男性の方のボディビルの方だったんですけど、ココナッツオイルがもうどれだけいいかっていうのをすごい説明されていて、その後にすごく気になって、他の女性の美容系の YouTuber の方でも結構ココナッツオイルの使用の仕方っていうことで、あの結構紹介してる方がすごく海外の方は多かったので、それでとりあえず買ってみました。でまずこの商品を使ってやってみたかったことがその中でもいくつかあって、まず一つ目がこのオイル、ココナッツオイルを使って夜メイクを落とすっていうことと、あとなんか朝起きた時にこれを口に含ませて20分ぐらい、15分とかすると、こう口の中にこう朝起きた時にバクテリアっていうのかながあるから、それをそれでこのオイルで取って出すと、それがこう体の中に入らなくていいっていうので気になってやってみたのと、あとはこれをボディクリームとして使うっていう方法ですね。特にその3つがすごい気になってまず買ってみました。でスーパー行くと、もしこれからココナッツオイル買うっていう方は、多分スーパーとか近くのその輸入店とか、輸入品だよねの、なんかカルディとかありますよね。で行くと多分ココナッツオイルいくつかあると思うので、私がまず悩んだのはどれがいいのかっていうことで、ちょっとね調べてみたので、ちょっとノートのあれを読みますね。で2つココナッツオイルにはあるらしくって、1つが精製のココナッツオイルで、もう1つが未精製のココナッツオイルがあるらしいです。1つ目の精製ココナッツオイルっていうのは香りと味がなくって、
加熱、漂白、あとは脱臭の処理によってこの中に入っている不純物をこう全部取り除いてるんだって。なのでこう栄養価が低下した乾燥ココナッツから作られるものが多いのが精製のココナッツオイルで、2つ目が未精製のココナッツオイルっていうもので、よくここの後ろとかにを見るとエクストラバージンココナッツオイルっていう書いてある商品があると思うんだけど、それは未精製のココナッツオイルで、それは非加熱処理、加熱をしてないことによって添加物とかを加えずに抽出されたオイルなので、この未精製のココナッツオイルの方がいいみたいです。あの栄養とかがこうまだ残ってる状態なのでいいらしいです。私最近いろんなお店でココナッツオイルを見てたら、ほとんど未精製のココナッツオイル、なんかフィリピン産とかいろいろねあるみたいなんだけど、これはちなみにフィリピン産のもので、私のこの買った商品のものに関しては結構鼻ついちゃった、結構香りは強めかな、なので好き嫌いはもしかしたらあるかなっていう感じがします。でまず気になってた3つの、1つ目のメイク落としとして使うっていうのはまだ実はやってないです。で2つ目の口に含んでこうバクテリアを除くっていうものに関しても、これはやりました。1週間ぐらいやったんだけど、実際本当にそうなってるのか分かんなくって、これをこれまあオイルだから口に入れてるのがちょっと気持ち悪くって、私は5分ぐらいしたらすぐにこう吐き出してしまったので、やるこれからやるかなっていうのはちょっと微妙です。で3つ目のボディクリームとして使うっていうのは、これは1ヶ月以上やってました。これは手に取ってこう人肌で温めると30何度だったかな、ですぐ透明のオイルに変わるので、それをちょっとやってみようかな。今こう取ると結構硬いものなんだけど、こんな感じでだんだんこう手でなじませていくと、まあちょっとあれだけまだあれだけど、こんな感じで普通のこうオイルっていうのかな、透明のオイルに変わっていくので、これを本当に体にこういう風に塗ってました。でこれオイルだから私ずっとこんな感じ、この手みたいなこんな感じ、今みたいな感じですごいこうテカテカのベトベトするのかなって思ってたら、今わかるかな、こうなじませるとベトベトしなくってこうサラサラしてくるんですよ。なのですごい使いやすいなっていう風に思ったし、値段もこれで1000円とかだから、普通のボディクリームに比べたらもう少しは安いし、いろんなことにこう多様に使えるからいいのかなって思ったんですが、保湿的にはなんかその1週間ぐらい使ってきたら、私この脇の周りとかが痒くなってきちゃって、それがこれのせいなのかわからないんですけど、そうなので今1回使うのをやめてしまったんですが、そう保湿的にはね、そんな超めっちゃ朝までがっつり保湿されましたっていう感じは1ヶ月使って感じられなかったんだけど、あの人によってボディクリームのこの中に入ってる成分で使えないものとかある方いらっしゃいますよね、アレルギーとかで。なのでそういう方はこういう天然っていうかこういうオイルでもいいのかなっていうふうに思いました。はい、さっきの商品で最後って言ったんですが、もう一つありました。それがこちらのハウスオブロゼから出ているこのボディ用のスクラブです、マッサージペースト、こちらを1ヶ月前ぐらいに購入しました。これはもともと地元の友達がインスタで買ったよっていう風にあげていて、その時私もボディスクラブを探していたので新宿にあるアットコスメストアで購入しました。私結構こういう香り物ってたまにこう偽物っぽいっていうのかな、ちょっと言葉失礼なんですが、そういうのありますよね。なのでいつも必ずテッサーとかをちょっと使ってみてから買うんですが、このユズに関してはすごくこういい香りだったので、もう即決で購入しました。中はもう今まだ数回しか使ってないんだけど、こんな感じでもうフルで入っていて、これは何グラムかな、これ350グラムだって入っています。これは結構ユズの香りががっつり強いので、柑橘系苦手な方はもしかしたら苦手かもしれないんですが、好きな方はすごい好きだと思います。でこの商品はかなりこう歴史のあるっていうか長く売られている商品なので、見たことあるっていう方もあると思うんですが、私も実際こう使い方ちゃんと知らなかったので、ちょっとサイトで見てみたので、ちょっとそれも読みますね。でこの商品に関しては、あのサボンとかの商品使ったことある方って結構あれがっつりこう
ザラザラ系のスクラブじゃないですか。でこれはそれに対してこう出すとすごくこういう感じでザラザラ感がこう少ない毎日使えるタイプのスクラブっていう風に公式サイトに書いてありました。で一応肌のデリケートな方は肌の状態を見てからザラつきの気になるところのみ使うといいらしいです。で保管場所に関してはこの商品今触った感じはすごくこう硬い感じなんだけど37度前後で柔らかくなるそうなのでバスルームに置いといてもいいんだけどなるべく涼しいところで置いてある方がいいみたい。で使い方としてはまずマスカット台一つ大きく出してその後にそこにぬるま湯を加えてこう柔らかくペースト状にしてそれからこう体をこう優しくこするといいらしいです。このスクラブは、サボンのスクラブ結構ザラザラ系のしっかりこう取ってくれるようなスクラブが好きな方はこれはもしかしたら結構柔らかい感じなので物足りないかもしれないんですが逆にサボンのスクラブがちょっとこう強く肌当たりが強くて苦手だなっていう方はこの商品多分すごく好きなんじゃないかなっていうふうに思うし私も個人的にはこっちのスクラブの方が好きなのでもし気になる方はぜひチェックしてみてください。ということでここ 2,3 ヶ月で購入した商品の紹介は以上になります。いつものように今回紹介したコスメの詳細は下の概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。